タネマフタタネマフタの分子部。様々な植物が繁茂する。タネマフタタネマフタは、ニュージーランド北島のワイポーア森林保護区にある、カウリアガチスオーストレイレスの巨木である。ニュージーランドにおいて、最も有名で最も古い木である。タネマフタは、マオリ語で、森の神を意味するとともに、マオリのパンテオンの神の名でもある。タネマフタは現存する最大の香りとして知られている。 樹高51メートル、幹の円周は13.8メートルである。樹齢は定かではないが、1250年から2500年ほどであろうと見積もられている。詳細なサイズは以下の通り、この木はかつてオークランド半島に広がっていた亜熱帯雨林の木々の残りである。近くには同じ巨木であるて、松穴ヘレも立っている。 タネマフタは1920年代、森林を貫く、現在の国道12号線の調査の際に、初めて発見、同定されたと考えられている。1928年には、この道路の建設に当たった、ニコラス・ヤカスと原住民らによって、再確認されている。マオリの神話によれば、タネマフタは、父なる、天空神、ランギヌイと母なる、ジボシン・パパトゥアヌクの息子とされている。 しかし両者は抱き合ったままだったので外へ出ることができなかった。そこでタネマフタは父を押し上げると巨木で支えて落ちてこないようにした。すると大地に太陽が当たり植物と動物が育ち始めた。茂った植物は母なる大地に森をまとわせた。森に住むすべての生物はタネマフタの子供であると考えられている。この神話はエジプト神話にある 大地の神ゲブと天空の女神ヌトが抱き合っていて、州によって引き離される話と類似性がある。2009年4月、薬島縄文杉と種まふたは、世界で初めての、姉妹僕の締結を交わした。デパートメント・オブ・コンサーベーション、種まふたトラック・アクセスト・マーチ29-2007、2007ハット httpww. 読売 COJP、ローカル、鹿児島、フィーチャー。 CO003973-2013104-8T01120HTML 20ありがとうございます。